everyone. Thank you for watching. では、1年生の教科書、本日も、勉強、楽しくいきましょう。Okay, let's get started.Page 52 to 53. Today we are going to study Unit 5, Part 3. さあ、いよいよここで過去形と言われるものが出てきます。過去形っていうのは、要するに、今じゃないことなんですね。で、ここ一番大事なので、1年生の時に、これからいろんな時制、いろんな時を表す 文章の表現が出てくるんですけど、この第一歩がこの過去形というものです。いいですか？現在形、今までみんなが習ってきた現在形というのはどんなものかっていうこの感覚が大事です。これはいつも大体っていう感じです。で、ね、このいつも大体っていうのには結構範囲が広くてですね、例えば地球が太陽の周りを回っている The Earth goes around the Sun みたいな言い方でも、これもいつも大体というかいつも絶対ですよね。いつも絶対っていうのも含まったのいつも大体っていう感じなんですね。なので I brush my teeth. I brush my teeth after dinner っていうふうにもしね、あのお友達が言った場合は、そのお友達の言いたいそのメッセージね、メッセージはいつも大体夕食の後に私歯磨きするのよねっていう感じなんですね。Or your friend said, I brush my teeth after bath っていう子がいたとして、after bath、うん、私はいつも大体お風呂の後を歯磨きするのよねっていう感じなんですね。だからこのいつも大体っていう英語が仮に入っていなかったとしても、メッセージとしてはそんな感じ。例えば、I walk to school, I walk to school っていうふうに誰かが言ったとすると、その子はいつも大体歩いて学校に行くんだよねっていう意味なんです。それはね。But only today I took a bath to go to school because I got injured. ね。でも今日はね、どうしてもバスを使って行ったんだよね。だってもう怪我してたから。みたいな、そういう感じになるんですよね。なのでこの現在形の感覚がそれだとすると、じゃあ今日みんなが初めて習うこの過去形って言われるものは何なのよ。It was my past. これです、感覚的には。It was my past. I was fast, very, very fat, 5 years ago. But, look at me, I'm not so fat now. It was my past. Okay? こんな感じ。だから、過去形っていうのは、今とブチッと切れてるっていう感じをちょっと思ってほしいんです。でないと、このブチッと切れてないっていう時勢が、実は3年生になってね、出てきちゃった時に、何なんだろうって言って悩んでしまうので、いいですか？過去形っていうのは今じゃないっていう感じです。だからこのイメージ、私5年前デブデブだったのよ。でも今違うでしょ？ほら、こんなに細いのよ。それは過去の話です。これが過去形です。それは過去の話ですっていう感じ。私の今とはそのことは全然関係ないんですっていうのが、この過去形の真髄にあるということだけはちょっと覚えておいてください。そこがとにかく一番1年生のこの過去形っていうものを知るときに大事なことなんですね。では、Enjoy Communication。それからキーセンテンスをやってから、リスニングをしようと思います。この方がちょっと早いので。Okay, so let's get started. For example, ですね。I went to a park. I went to a park.、Mm-hmm. I enjoyed seeing fireworks. I ate takoyaki. I ate takoyaki.It was fun. さあ、1年生もこのなるほど学園英語塾には絶対欠かせないボードが出てきてしまいました。このボードは何のためにあるかというと、ね、あなたの脳が日本語にはないルールをピピッとこう反応するためにこれをやってほしいんですね。これをやっていれば必ずあなたは問題を解くときに、はっなるほど、ガッテンって思い出すのでいいかな。じゃあまずこの英語が出てきたら教科書の英語には全部このルールを適用してしまいます。
3つありますね。ナンバーワン、これが今日やる過去形ですね。これが今日やる過去形。じゃあ、ここからいきますね。Apple, apples もわかるね。Apples, an apple, 一個のアップル、バナナナーン。Apples! ね、お店にこう、リンゴがきれいにこう、並んでいる感じで、Apples ってあったら、Apples ですので、こんな感じの複数形の S って言われるのがこれだよね。でも、高学年になるとというか、2年生、3年生になると、過去形からどうしても言ってしまうんですけれども、1年生、今日初めて過去形が出るので、過去形は play が played ですね。これは比較的簡単な規則的に変わるパターンです。で、今日このみんなが、勉強するパート3には、こういうふうに2本ここに、一番最後に2本線っていうパターンじゃなくて、全部に引いてしまうパターンっていうのが出てくるので、それはちょっと今日ね、一緒にやっていこうと思います。いいかな？さあ、そして、ここのそのエンジョイコミュニケーションのところですけれども、went。はい、早速じゃあ線を引いてください。これがさっき言った全部変わるパターンですね。go っていうのが went ですね。past tense になると past 過去形って過去ってしときますね。わかりやすいように。past tense になっているので、ここはみんな I went to a park の went は全部に日本線を引いてくださいね。ここ大事ですね。不規則活用と言われて全部変わってしまうパターンの場合は、私も今教科書にね、線を引きますね。went に全部こうやって線を引いてください。I went to a park いいですか？次、I enjoyed seeing fireworks。 これはこの前の単元でやってるやつですね。I enjoy。 これは enjoyed となっているので played。 あ、なんか一緒じゃない？一緒じゃないのりえちゃん。そうです、一緒なんですね。このドリエちゃんの played っていうのと enjoyed っていうのはこれ一緒。これは規則活用と言われる、そんなに全部覚えなくていいっていう楽なパターンですね。こっちは go が went になるんですね。これはじゃあどうやって覚えればいいの？ go went go とかって一生懸命覚えなきゃいけないのとか思うかもしれないんですけど、そんな風に覚えなくてもですね、文章をいっぱい口で読むことです。みんなね、信じてないと思うけど、口で言ったら耳で聞いてるの、それをね。だから耳でも聞いてることになるんですよ、自分の英語を。だからもう本当に静かにこう黙々と英語を勉強してる人に言いたいけど、もったいないから、もう英語は本当にうるさい言語、うるさい勉強をしてください。もう本当ご両親の方がね、もしそれでという方がいたらもね、そうやってもう私のせいにしてください。英語はね、なるほどが天塾の人が言ってたけど、静かに勉強したら全然使えないんだってって言ってくださいね。言ったら話せるようになる。もう日本語とそこは全然変わらない。もう世界中のあらゆる言語がそうなんだから、話していれば話せるようになるんですよ、人間の脳っていうのは。私は脳科学者ではないので、どこがどうなってっていうのは分からないんですけど、だからみんなも勉強するときに話さないより絶対話した方がいいに決まってる。悪いことはほぼほぼないと思うよ、うん、はい。じゃあ次ね、楽しんだことっていうところが今終わったでしょ。 I enjoy、 そうね、楽しんだ。 I enjoy 何を楽しんだかっていうと Seeing fireworks。 Seeing fireworks っていうのはその見ることですよね。花火を見てる、花火見物することっていう感じ、イメージ的にはね。次、食べ物ですね。食べたもの、はい、食べたもの、みんなこれ終わってるわけよね。昨日終わってることを言ってるから、今度は eat、食べるっていう動詞がこれなんて読むのかなっていうと、これで h っていう風にやります。これはフォニックスのルールって言われるものなので詳しく今やれないんですけど、一番最後に e っていうのが来ると silent e っていうの、これ知ってる子は知ってると思うんですけど、一番最後に e が来るとこの前にある、この1個前なんです。このすぐ前じゃなくて、この1個前にある vowel という、みんなが、ローマ字でやってる a、 それから i、 u、 e、 o、 これはみんなあ、い、う、え、おっていう風に覚えちゃってる子もいるかもしれないんだけど、これは英語の世界でも vowels って言って、
母音って呼ばれるものなんですね。ここ見てみると、ここ A が来てるの分かるよね。そしてここに E が来ている。この真ん中に何か別の単語が来ていても、これはこの E が来ることで、この人の名前が A じゃなくて A っていうね、A っていうその読み方になるんです。まあアルファベット読みっていう人もいますね。アルファベットには名前があって、名前はみんなが ABCDEFG ってこう歌う歌の方が名前っていう人が多いです。で、この音っていうのはフォニックスの基本の音っていうのは A は実は Apple, Ant, Alligator っていう、これはもうあの Google でねやっても YouTube でやってももう世界中の人がフォニックスっていうので紹介してますので、ぜひ、ね、いろんな歌があってすごく面白いんですよ。なんかねこうすごいねこうね、あのなんでしょうね、ああいうロックンロールな感じでみたいな感じで面白くやってるのもあるので、中学生ねもう勉強もしすぎて疲れてると思うけど、あのたまにそうやってね英語で気を抜くのもいいと思いますね。でこの最後に E が来ることによって、これは A と読むっていうルールがあるんですね。だからそれを考えると AT が来るから8、この E は読まないので、アテとか読まないようにしてくださいね。アテっていう意味じゃないです。これは一番最後に来てる E っていうのは基本的に読まないことが多いです。もちろん例外もあるので絶対って言えないんですけど、最後の E は読まないことが多い E なので、例えばね、じゃあこっちのところにちょっと余談なので書きますけど、じゃあこれみんななんて読むのっていうと、これやっぱり最後に E が来て、そしてここに A があるでしょ。そして真ん中に来てる単語の音はケイセクックって音なので、これはエイと読むからクエイクです。クエイクだからケイクっていう音になっています。はい、そういいかな。またちょっと、フォニックスっていうのの特集もあのしようと思ってるんですけどね。そんな感じでここはエイトですね。さあこの8はどう見ても eat と全然形が違うのがみんなわかると思います。だからこれは何活用というかというと、不規則 irregular ですね。規則活用ではないので全部に線を引いていきます。じゃあ全部、ボールペンで線を引いてくださいね。8。いいかな。最後、感想ですね。How was it? どうだったの ?How was it? It was fun! っていうので、この was っていうのはもうわかると思うんだけど、これは B 動詞の本当だったら、これは It is fun ってなってるところが It was fun ですね。だからここにやっぱりね、全部違っている場合は全部引いてあげてください。めんどくせーと思ったかもしれないけど、これが将来みんなが英語で、あーなんで間違えたのって悔しい思いをしないために必要な、先手を打つっていうことです先手を打つってことです。みんな1年生なのでここからスタートなんです。ここからケアレスミスをしないで英語を得意科目にしていけばね、2年生3年生と英語の配点であーって悩むことがなくなります。はい、それではキーセンテンス24を見ていきましょう。I went to the summer festival yesterday ということですね。はい、過去にしたことを話すとき、過去にしたことを話すときっていう風だけだと後で混乱するのは、ここでたった一つのヒント、今は関係ないっていうことです。今は関係ないことを言うときに過去形を使います。いいかな、過去形を使います。さあそれでは、ここは飛ばして小学校の単語のところですね。ここは多分 QR コードがないかもしれないので読んでおきましょう。 Firework was fun River Fishing Mountains Camping Big or small DeliciousWonderful year ですね。これはちょっとだけ触れておこうと思うんですけど、
ファンっていうののライムする言葉、ファン、It was fun、 楽しかったよ、 It was fun っていうので、さあライムのちょっと復習ですけど、ライムはここに線が入るんだよね。アン、アンといえばアンパンマンじゃないんですけど、サン、Look at the sun, it's sunny today、 ね、こんな感じですね。 sun っていうのは当然 F の音が S になって sun、 これで太陽さんさんっていう意味ですね。 fun っていうのはちょっと絵にできないので私が踊ろうと思う It was fun! こんな感じが fun ですね。それから、この river、 川ですね。 It's a big river っていうような感じで大きな川ですみたいに言いますけど、これの R の音ね、River、 この River っていうのは R って音で River ですね。これ L にしてしまうとね、みんながあんまり好きじゃないかもしれない、レバーってありません？あのチキンレバーとかね、あの貧血気味の人なんか食べた方がいいんですけど、あれになってしまうのよね。この音は本当にちょっと違うとね、英語って違うんだ、難しいなって思うかもしれない。ちょっと待って待ってみんな、 Wait, wait、 日本語だってそうよ、あなたね、私は今日部屋で牛を殺したのって、もし外国人の人が言ってごらん、あなたどう思います？ What do you think about that? If you hear somebody said I killed a cow Oh my gosh、 牛っていうね、その牛と虫って結構これ難しいみたいよ、外国の人にとってはね。だからその人は、私はあの虫を殺したって言いたかったのかもしれないけど、私は牛を殺したっていうふうにね、うとむで間違えちゃっただけで、日本人から見たら Oh my gosh, you killed a whole cow? 一頭の牛を部屋で殺したの？ Unbelievable! Did you actually have a cow at home?あなた家に牛いたの、そもそもっていう感じですよね。だから日本語も英語もそこはね、あのどれもみんな難しいみたいです、はい。じゃあ次ですね、 big と small っていうのが対になってますね。ただこれはこの教科書で big or small っていうふうになってるので、あの言及しないんですけども、実はですね、 big に対しての範囲語っていうのはスモールでいいですけれども、これラージっていうのも出てくるんですよね、うん、ラージに対しても実は反対語はスモールっていうのがあります、ね、When you go to、maybe McDonald's or you know, somewhere like that, fast food、restaurant, you probably order you know,、drink, right? なんかこのドリンクを頼みますよね。What size? って言われた時に、small size please とか large size please って言いますよね。だからこの場合の small, medium, large っていう言い方で、この small っていうのを使うこともできます。これはちょっとこの、単元で、まあ、詳しくやっていないので、皆さんは一応この教科書の中では big or small で覚えてください。これが一番今知られている大きいに対しての小さいの範囲語だと私も思います。さあそんな感じで、大丈夫ですね。じゃあ、お隣の、beat by beat っていうところだけちょっと見てほしいんですけど、 I usually go to school by bike but I went to school by bus yesterday。 まさにこれ私がさっき言ったみたいに似てますけどもね、普通は私学校にね、go to school by bike、まあ、自転車でしょうね、この場合ね、自転車で行くの。だがしかし、カンマバッとってきたら、だがしかし、I went to school by bus yesterday。ね。私はバスで学校に昨日は行ったってことですよね。で、この場合もいつも日本語っていうのは、だがしかし、昨日は私はっていうふうに、もう日本語はですね、強調したいわけじゃないんですけど、いつどこで誰がって結構この、ルールっていうのを適用するんですよね。いつに関してどこでに関しては、だからこの英語のいつっていうのが一番最後に来るっていうのが意外とみんな、ピンとこなくて、ね、すぐにこの yesterday っていうのを先に書こうとしちゃうんですけど、 wait 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 this is English, you have to think everything in English
英語で考えなきゃいけないって、ちょっと、ね、脳の回路をちょっと変えてあげてください。そうするとこの yesterday っていうのが最後に来るっていうのがピッと来るようになりますね。でこの場合の by bike by bus っていうのはもう前みんなやってますけれども、この交通手段を言う時の by bus とか by bike っていうのは、そのバイクっていうもののこの輪郭がガガーンってこうあって、あの言っているわけじゃない、感覚的にはもうその自転車っていうその交通手段っていうボワーっとしたイメージになっているので、この場合には by a bike とか by a bus っていうような言い方はしません。 by bike by bus で、これもやっぱり自転車にいっぱい乗って自然に終わっちゃう系の英語です。だから自然に終わっちゃう系の英語まで全部頭で数学みたいにこういうふうに覚える必要はないので、どんどん言えばいいんですよ、自分で。バイバイバイバースバイバイバイバース、こういう感じでバイバイクっていうふうに、もうバイバイクっていうのが頭の中に何回もぐるぐるすれば、人に言う時にはOh, how did you come here? Oh, by bike で出るんですよ。本当に絶対出るから、あのこの質問でどうやって来たのっていうのは大体ですね、 How did you come here? ここにどうやって来たのっていう感じで使われることが多いですね。でまあその時、 Oh, by bike ね、 by bus ってこう言えるでしょ。だからどんどん言ってください。 OK, it's time to listen carefully and then try to copy what you listenHere we go. Yesterday, I went to the summer festival with Asami, Josh, and Kaito. We enjoyed dancing there. I ate a big candy apple. It was delicious. At the end of the festival, we saw lots of wonderful fireworks. We had a great time. In Australia,Summer is from December to February. I went to Sydney Festival in January, so I enjoyed two summer festivals this year. では本文に入っていきます。さあ、first you see yesterday I went to the summer festival.はい、日本語はいつどこで誰が、でも英語はいつ、when っていうのは一番最後に来る、ね、言語なので、この無理やり yesterday というのを、この一番最後に来るものを前に持ってきてしまった。さあこういう時みんな英語の厳しいルールでは何を打たなければいけないのかなっていうと、何だか、そうカンマだね、カンマを打たなきゃいけないので、これ絶対に忘れないでください。Yesterday。なんでカンマがいるのか。これは英語のルールがとても厳しいから、このカンマは絶対に入れます。ね。次、I went to the summer festival。はい。まず、じゃあ、私は went だから、さっきやったよね。went っていうのは、I、一応書こうか、1年生だから、I went to。I went to どこどこっていう言い方で、どこどこへ行ったっていう意味になるんだよね。で、これはまた教科書に日本線がね、全部変わってるから、I went to the, さ、the summer festival. Summer festival ですね。はい、これなんで the ってついてるのかっていうの大体わかる？ね、the っていうのは、どんな時使うんだった？パンパパーンっていう感じです。パンパパーンっていう感じでこの座を使ってる。ね。この座っていうのは、もうこの話しているこの人が今、めぐちゃんがスピーチをしてるんですけど、スピーチを聞いてる人たちが、ああ、あのフェスティバルねってこう分かる感じ。だからこの座っていうのをつけて、The Summer Festival っていう風に言ってますね。で、ここ今ピリオド打っちゃったんですけど、この文章ここで終わってます？ I went to the Summer Festival.夏のフェスティバルに行きましたじゃないよね。まだなんかちょろちょろってあるんです。これが誰と行った。さあこの誰とっていうのはどこへ誰とっていうふうにここに来ます。場所ね、場所に行きました。誰と行きました。この with というのが入ってきます。 with Asami ということですね。
はい、中学校の教科書はあまり細かい、ね、あの文法の説明がないままいろんなものが入ってくるので、これは学校の先生に委ねられているので、本当に先生たちも大変だと思うんですけど、この with っていうのが、ね、ここにあることによって、あさみちゃんという人が一緒にっていう意味になってきます。この with っていうのは、この with っていうのはですね、イメージとしてはでこう手をつないでいく感じです。このウィズっていうのは。で、必ずあのこのあさみちゃんという人が何かこう大きく囲っているわけでもないし、ね、このウィズっていうのはこうくっついてこう一緒に共に行くイメージなので、他にも例えばこのウィズ、あ、ナイフとかでナイフを使ってとか、そういう言い方でこのウィズを道具を使う時にももちろん使えるんですけれども、この場合はあさみちゃんを伴ってね、一緒にっていう、まさに一緒にっていう意味ですよね。そうすると、I が主語、私は went to、 どこどこへ行ったっていうことですね。どこへ行ったのかっていうと、Summer Festival、 誰と行ったのか、 with Asami っていう文章ができます。この with は大事ですね。さあ、その後、あらあら、まだいたのっていうことですので、ここがまたカンマになりますよね。あさみちゃん以外にも、はい、他にもいるときには上司、そしてまたカンマがあって、一番最後にこの来る人だけ and です。 and を入れてカイトという、これはもう英語の一応ルールになってます。今ここに書くと A B and C、 こういう言い方をします。え、じゃあのりちゃん D があったらどうすればいいのって思った人いません？私すぐそういうこと思う人だったの。 ABC って今度は C まで入れて AND D っていうことですね。ここはカンマがいるのね。カンマカンマカンマと来て、そしてこの AND っていうのが、カンマの後に AND って来るとこれでおしまい、これが最後っていうあのルール。ずっとだからカンマカンマって言ったらまだずっと続くのかっていう感じなんですよね。書いている文章においてはですね、あのお話しするときにね、 A カンマ B カンマとかそれは絶対ないので、お話の英語ではなくてこれは書く英語です。はい、次 We enjoyed dancing there ですね。 We enjoyed dancing there ってことは enjoyed、 楽しんだということで、これはY の後の ED に二重線ですよね。で、enjoyed っていう、この enjoy っていう動詞は、ね、dancing とか、それから cooking とか、そういうその ing、ing っていう形と一緒に使われる、あの、動詞です。っていうのは、この楽しむっていうことは、そこに向かって楽しむっていうよりは、もうその、その事柄自体をこう楽しむっていうイメージがあるので、これはやっぱりこの to dance っていう方は使えないっていう動詞の典型的なパターンですね。これもだんだんね、いろんな文章に触れていろんな動詞を聞いてあーって思うことなので、大丈夫です。そして dancing there ですよね。またまた出てきちゃうけど where there ですね。どこで、そこでっていうのがここに出てきています。そして次、I ate。はい、この ate はみんな全部に線だったね。I ate。食べたよっていうことですね。何を食べたのかな？うん。What did、she eat? 何を食べた ?A big candy apple。ねえ。I think you know what it is, right? 何かみんなわかるよね。私でもわかるから多分。多分今もあるのかな、それはね。あの、赤いリンゴですね。このメグちゃん食べてますね、まさにね。It was delicious! It was delicious! 美味しかったのということで、この was にもまた過去形で線が入っています。みんな大丈夫かな、これちょっと黒板に書いてないんだけど。そして次、at the end of the festival。はい。at the end of the festival にまたカンマがついてるのはなぜですか？はい、これはそうね、時を表しているからですね。で、英語は主語、動詞ってきて時を表す
表現が来るはずなのに、これみたいに時を表す表現が一番最初に来ている、いわゆるまたこのルールを破っているから、ここはカンマが入って At the end of the festival カンマですよね。 We saw lots of wonderful fireworks。 ここは今度はさっき言っていた apples の部分が出てきますね。はい、lots of、 この lots of っていうのは lots of、 これは a lot of っていう言い方もありますね。でも今この教科書では lots of っていうふうになっているので、じゃあこの s は何ですかっていうと、これは複数の s ですね。 lots of wonderful fireworks。 Do you know what fireworks?何ですかこれは、ね、これは花火ですね。 Fireworks、 これも花火がドーンドーンと何個も上がる感じなので複数形になっています。それから先やったんですけど、この saw というのですね。 I saw you、 I see、 I saw ですね。見たっていうことで saw を使っています。これは何回もあれですけど二重線ですね。はい、We had a great time. We had a great time. はい、これもよく口語表現で使われますね。Had a great time ですね。はい、Good time, bad time という感じで、この素敵な時間を過ごしたっていう時には Good or bad というの結構、ね、最初にこうつける言い方での表現になるので、これはまさにポッと It was a good time, it was a bad time、 とりあえずその時間を手のひらにそっと乗せた感じになるので、これは a good time とか a bad time という時にはあがつきます。これは breakfast と同じ意味ですね。breakfast っていうものは本来は breakfast って言わないんだけれども、 a great とか a good breakfast とか、その breakfast っていうものをちょっとこうスポットライトを当てて人に言いたいから、こうあがつく時がある。これもそうですね。 had a great time っていうのはこの時間をちょっと手の上にポッと乗せて、It was a great time. I had a great time. というふうに言いたいから、あがついているという感覚で、We had a great time. さあ、この had というのは二重線ですね。で、もし1年生になって英語勉強してわけわからなくなりそうと思っている子いたら、ね、この had の下に have ってこう書いておいてあげる。これはすごくいいです。ここにね、have の過去形って書かなくていいの。だってこの2本線っていうのは、とりあえず1年生、2年生の間は、この2本線は過去形のみです。だから、もうこうやって書いてあげれば、あ、なるほど、バッテンで言ってた。この2本線はいつも過去形なんだって、とりあえず今覚えていられるので、この so っていうのがあった場合も、ここに see って書いておいてあげればいい。そしたらもういちいち日本語での過去形とか書かなくても、ここに2本線があるものは過去形ですね。大丈夫かな。さあ次ですね、 In Australia、 その次もやっぱり場所が一番最初に来てるから、またカンマが来てますね。このルールをとにかくいつも破るときにはカンマね、この文章の一番最初に来なくちゃいけない主語主語にあたるものがなくて、このどこが先にビヨーンって来ちゃっているからカンマがいるんだね。Summer is from December to February ということですね。この文章 Summer is、 Summer is ってこの順番なので、この is っていうのが be 動詞ですよね。そうするとこの文章はみんな見て、クエスチョンじゃないよね。中学生で、この文章の順番が変わるっていう時は基本的に、質問文になることがほぼほぼそうです。もうちょっと上に行って勉強するとこの順番が変わるっていうことで、もっといろんな用法が出てきてしまうんだけれども、この主語を省いてしまったパターンはみんな習っている命令文ってやつですよね。主語がないっていうパターンで、この主語と、ね、本来あるべきところにある動詞が、こう逆転したりして、主語じゃないものが前に出ているっていうものは基本的に
中学校の家庭においては質問形が多いです。で、これなんですけれども、is が来ていて、summer が前に来てるということは、あれ summer って人かと思うけど、主語っていうのをね、中学生で勉強したばっかりの子は、主語は人だってこう思ってるかもしれないんですけど、英語はですね、この主語にあたるものが人じゃないことが結構多いあのものなんですね。例えばね、すっごい大きなプレゼントあなたがもらって、あなたがびっくりしたっていうような時に、英語は The big present surprised me っていう言い方ができてしまう言語なんです。そのビッグプレゼントがまるでうーってあなたをびっくりさせた、驚かせたっていう感じになるんですけど、これが英語のちょっと面白いところなんですね。だから英語は物が人をびっくりさせたりね、ショックにさせたりすることができる言語なので、このように当然 summer っていうのも主語になってきますね。はい、そうすると夏はどこからどこまでだっていうと、この from ですね、 December to February。 はい、 from 何々 to っていう言い方で、何々から何々までっていう感じになりますね。 from A to B というふうに習うと思うんですけれども、from っていうのはその起点ですね。 from っていうのはそこから出ていって to っていうところで、だから2月というところまでこう行く、その間を summer というんですね、オーストラリアでは。あらあら、日本と全然逆ですよね。はい、 I went to Sydney Festival in January。 Sydney Festival っていうのがあるんですね。それはいつあるんですか？はい、いつあるんですか？そうすると in January だから1月ですね。1月、I went to、 went to っていうのはこれは何だったかな？ went to はさっき言ったよね、 go の不規則な形なので、これは went、 全部に日本線を引いてください。それで一緒に new words っていうのをやってきましたので大丈夫ですね。じゃあ your turn のところに行きますね。 enjoy communication をもう一度復習しようということですが、一番最初 I went to、 なのでこれは Where did you go っていう質問ですね。どこへ行ったのと聞かれたら You say I went to somewhere like this。 So for example I went to a department store っていうのがガイドには書いてありました。 I went to a department store。 さあ次の文章 I something、 I something、 このクエスチョンっていうのを What did you eat ですね。この場合はもしあなたが何か食べたっていうふうに、この本文のめぐちゃんのように言いたい、 I ate a big candy apple っていうもの、この I ate を使うんでしたら I ate ice cream with my family、 家族と一緒にアイスクリームを食べたよっていうことですね。さあ最後の文章 It was something、 これはクエスチョンにするんだったら How did you feel? How did you feel? とか How was it? っていうような言い方になります。 How was it? っていうのは結構使われます。どうだったっていう感じですね。どうだった、そうするとそれは美味しかった、 It was delicious っていうふうに言うことができました。はい、ね、過去形の基礎は何だった、今は違う、この感覚です。そしてこれの、その前にみんなが習っている現在形というのはいつもだいたいこの感じですね。 That's all for today. Thank you.